2022年6月17日金曜日の木村よし子の気になる銘柄です本日は大損ヘッジファンド断末魔大荒れ相場で投資貧乏にならない鉄則と題しましてお送りいたします さて、今週はですね、FOMC に続きまして、日銀の金融政策決定会合があるということで、何かと、いろいろとマーケットが動くだろうなというね、想像をお持ちだった方も多いと思いますけど、随分ね、動きましてね、為替も日経金株価も大きく動きました。日経金株価は2万5千、 963円、えー。結局のところ468円20銭ほど下げて終わりました。ドル円は134円27銭から29銭どころで動いております。まあ、マーケット非常に大きな動きがありますので、えー、見ていきたいと思います、えーまあ。このきっかけとなりましたのが、スイス中銀がですね、2007年以来の利上げ、 えー、政策金利のマイナス0.25%にということが予想外でしたので、この6月16日の夕方からですね、翌日にかけまして、為替が大きく動きまして、日経金株価も、まあ、変動が激しかったわけですね。そして結局、蓋を開けてみると、日銀のこの金利の上振れ容認の可能性が残るような発言だったために、円売りが再開しているものの、 一時期はですね、急激に円高方向にも行きまして、まあかなりですね、えー、ハラハラした方も多かったんじゃないでしょうか。まあ現在のところですね、作られたインフレ状況ですよね。例の感染症で人件費、そしてロシア、ウクライナという資源国家のいさかいごと、そして、えー、バイデンさんの脱炭素による政策の後ですね、 オペックが原油を減産し続けたこと。まあ様々な複合的な要因でですね、インフレにスイッチが入ってしまったがために、今なんかベーグルセットが2500円ぐらいするアメリカの消費者物価の現状がありますので、まあアメリカはどんどんその物価の上昇に歯止めをかけるために、金利を引き上げている状況ですよね。 でもこのアメリカにとって金利を引き上げるってことは、米国際ファイナンスにとって非常に効果がありますし、そしてね、e、EU とウクライナのロシアは地続きですから、まあどちらかというと投資家の観点からすると、e、EU に投資をするよりもアメリカに投資をした方がいいというね、モチベーションが働きやすいところですよね。アメリカの財政問題に、 プラスに働く金利引き上げドル高傾向。まあ、そんな中でですね、やっぱりマーケットは金利が上がることによる企業業績のマイナスということにフォーカスしますので、どうしても相場はぐらつきが,しですがちですよね。まあ、そんな中で我が国はほとんどの食料品などの資源を輸入に頼っていますので、こんなに円安が進んでいいものかと思ってたところに、スイス中央銀行の金利の引き上げが ニュースとして飛び込んできて、まあ、それにですね、投機筋がわっと群がって13、131円まで円高が進行したわけですね。その後も、為替は乱高下いたしました。わずか数分の間にこのようなボラティリティが発生したんですね。たったですね、10分程度のことですよね。133円397という値と、132.856という値を見ていただきますと、チャートではこんな風になるわけですよね。さて え、背景にはですね、まあ、大損してるヘッジファンドがですね、非常に今、あこのね、ドタンバタンやってるっていう話なんですね。それに加えまして、円売り。 買い戻しの短期的な売買で連戦連勝のヘッジバンドが大胆に為替に仕掛けてきている事例が急増してるんですね。まあ、この間お話ししましたようにロスカット狙いみたいなね、動きもあります。日銀が無制限に国債を買い入れる、え、差し値オペですねえ。公開市場操作の実施で日銀の動きには、本来は無関心だった外国人投機家までも、 円売りトレードに新規参入してきました。そして低金利の円を調達通貨としまして、円キャリートレードも復活しております。日銀の金融政策決定会合の 日の日本時間の昼過ぎ、声明文発表と午後3時半過ぎの総裁会見に深夜のニューヨークからヘッジファンドのチェックが入ることも状態化している中で、FRB の利上げが0.75%から1%になれば140円もあり得るというね、著名なエコノミストやアナリストの意見が相次ぐ中、その裏を書くような仕掛け売買が横行してるんですね。まあこれがマーケット大荒れの一因の一つかと思います。 そして、えー、この激しい値動きの背景にもう一つの要因、ヘッジファンドの苦境が言われておりますね。えー、対外系のヘッジファンド2社が年初来の運用成績は約30%のマイナスということが報道されてますね。まあこのプロフェッショナルな方たちであっても約3割やられの状況なんですよね。 で、彼らは人のお金を運用していますので必死なわけですね。始まりはナスダックの急落でしたあ。この IT 系の銘柄でヘッジファンドは大損してるんですね。今画面に示しておりますのはナスダックの冷やしですね。まあここまで下がってくるとさすがにですね、まあ年初来から3割やられっていう状況になってしまってるわけですね。そうすると何が起こるかと言いますと、ファンド管理会社シトコグループの計算なんですが、1、3月に 成績プラスのファンドはわずか40%え上位ファンドと下位ファンドのパフォーマンスの格差は約26ポイントに拡大してるんですねヘッジファンドから年末までに約2兆5400億円が引き上げられる見込みなんですよそうするとヘッジファンド運用者はもうそのね年は越せなくなりますよね13月第1四半期では純流入だったものの これからですね、四半期に135億ドル、残りの期間で63億ドルの解約が見込まれるという見解を示してるんですね。そうしますとファンドはですね、損を取り戻すのに今、薬期となってるわけなんですね。個人投資家、食い物になる可能性十分ありますので、ご注意ください。まあ、今後ですね、運用成績が改善してくれば、お客さんの方もですね、やっぱりフェッチ、 ファンドに預けておこうというモチベーションが回復する可能性は十分ありますけども、まあ預けといてもなんかね、具合悪そうだし、えー、なんかレターを見てもですね、あんまりかんばしいこと書いてないとなりますと、物価も上がってるし、生活も苦しいし、マーケットがもっと悪くなる前にお金を回収しておこうというふうになりますよね。そうすると、ヘッジファンドの方は、今年、かなりもうね、年を越せないぐらいの苦境に立たされますので、 これから取り戻すために何かやってくると思うんですよね。で、ヘッジファンドは通常、解約請求を数週間または数ヶ月前のお客さんに、えー、求めますので、これからしばらくは個人投資家、ね、ぜひ、このヘッジファンドの、断末魔のね、えー、バタンバタン取引に巻き込まれないようにしていただきたいなと思いますね。 また一方でですね、ヘッジファンドのブリッジウォーターは今週ですね、欧州株に空売りをかけております。すなわち金利引き上げが景気の後退につながると見越しての話ですね。まあこうした一方で空売りがあり、そしてそれをロスカットさせようという動きがあり、そんな中で投資家はぜひね、これから先の金融政策決定会合にアンテナも立てながら、 マーケットのこの暴落でですね、うまく仕込めるように計画を練りたいですね。7月は FOMC が7月26日から27日、ECB が7月21日、そして日銀の え、金融政策決定会合が7月20日21日、そして7月10日は参議院選挙ですね。そして前々から申し上げているように7月は次期日銀総裁の人事を内閣で決めてその国会にかけますよね。ですのでぜひ個人投資家はこうしたもうドタンバタンしているヘッジファンドの断末間に巻き込まれないでしっかりとマーケットを注視しながら チャンスを捕まえていただきたいなと思っております。さてえ、投資貧乏にならない鉄則ですね。相手は巨額資金ですよ。しかも他人のお金を預かって運用しているわけだから必死ですね。えそして、負けて当たり前、勝つのが不思議という気持ちでもって、こうしたマーケットに自分が立っていられれば、ああ、無気にならないと思いますけど、負けて終われないのが人間なんですよね。え負けず嫌いはカモになります。 そして今は全自動 AI 投資、いわゆるラップ型でですね、買い付け金額を伸ばしてる、そうしたファンドもたくさんありますので、相手は人間じゃなく AI ですよ。そして、現金目減り分を配当で補うなら、暴落日にしか買わない、それぐらいの決心が必要ですね。そして、信用取引とトレンド投資は、こういう状況ではやめておいた方がいいと思います。相場は魔物ですね。 吉原のいらん商法ですよ。バカ旦那になっちゃいけないんですね。吉原の美しい最高級のね、もう本当に素晴らしいお茶屋で、美しい美しい,いらんからね、なんかちょっといいこと言われると旦那になりたいって思ってる方はうぬぼれますよね。夢心地になります。そしてお金をつぎ込むわけですね。まあ向こうはもうプロフェッショナルですから、バカな、ん なになって、身ぐるみ剥がれないようにしなければいけませんよね。えー、相場の金は出し切らないことがコツですね。ちなみに、昔々の格言では、相場の、相場とタコの糸は出し切るな。相場の金とタコの糸は出し切るなっていう格言があったんですけど、今の人はタコ上げなんてしませんからね。相場の金は出し切らない。私のあの経験則で言いますと、もう例えば、1000万なら1000万だけ、 やってみて、そのお金がもうなんかものすごく減ってしまったら自分のね、腕が悪いんだと思うぐらいのね、それぐらいのマネジメントが必要だなというふうに思います。というわけでね、来週は反発場面があると思いますので、何を買ってもね、面白い展開がちょっとだけあるかもしれませんね。さて、イベント消費の今週でした。来週は反発があるんじゃないですか というわけで今日は銘柄はなしにしときますね。えー、レオちゃんのようにゆっくりと休んでいただきたいと思います。この後ちょっとレオちゃん動画があります。レオちゃん。レオー。レオー。レオ,レオちゃん。今日はね、お昼寝してるところは、ね、またヨシコさんに邪魔されちゃったんだよね。レオ,オー。 レオレオ,ーレオ,レオーんか人間がね寝てるところに来るのが嫌なんだよねレオちゃんレオレオちゃんなんかカメラ目線してくれないですねレオちゃんはレオちゃん レオちゃん人間がねこうねね,ねしてるところに邪魔しに来るのは嫌だね。ね。というわけでまだちょっとお昼寝から起きたばっかりで寝ぼけてるレオちゃんです。ねまたね来週もね時々出てねよろしくお願いします。レオレオオ ということで、お昼寝気分がなかなか抜けないレオちゃんでした。また来週もドキドキ出てね。皆様いつもご視聴ありがとうございます。評価ボタンを押していただくと、動画を作る時のヒントになります。またですね、コメントをお寄せください。皆様がどのようなことをお考えになっているか、知ることができるととても嬉しいです。またですね、チャンネル登録をいただきますと励みになりますので、 よかったたらお願いいたしますそれでは引き続き是非この動画とお付き合いくださいねまたさまざま研究してお届けしてまいります